ではお名前をお聞きしてもよろしいですか。原一子です。今町の女性の憧れの職業を聞いてるんですけど、一子さんは憧れの職業ってありますか。美容師とか憧れますね。かっこいいじゃないですか。なるほど。ところでディレクターさん憧れの職業とかあるんですか。そうですね、ディレクターじゃなかったら刑事なんて憧れますね。あ、刑事ね。男の子は一回は憧れますからね。いいじゃないですか刑事。やっぱり刑事の中でもかっこいいのがベテランの刑事とかね。ベテランの刑事なんてかっこいいですよ。犯人に対してね、その話なんかしてもう泣き落としみたいなね、ああいうのベテランの刑事しかできませんから。確かにかっこいいですね。あとはインテリな刑事。ああ、なんかパソコン使ったりなんかしてね、プロファイリングみたいな、犯人追い込むみたいな。確かにインテリの刑事もかっこいいですね。あと冷酷な刑事。どんな手段を使ってでも犯人を逮捕するみたいなね、パパパって、ね、すぐ撃っちゃいますからねみたいな冷酷な刑事、確かにいいですね。あとスケバンの刑事。おまんら許さんぜよ的なね、まあ用意を使うのかしらね、多分ね。あとほろ酔いの刑事。大丈夫あのパトカー、もうどこ行くのどこ行くのあれ、ミコ突っ込んじゃったぞみたいな、あいつに運転させたらダメだってのにまたやっちゃったよってね。あと下痢気味の刑事。あれ星本警部とまた便所かあいつ、すぐ行くな、現場来ずにすぐトイレ行く、ずっと下痢気味、もうよっ、もう通常時がどういう状態かよく分からない、なんだあいつ。あとニコラスの刑事。来日してるんですか。ニコラスの刑事、うわすごい好きなんです。行こう試写会とか行こう。あとぬかみその刑事。まずいこれ、何これ、ぬかみそフェアやってたから頼んでみたけど、もうすんごく臭くて頼むべきではなかったです。なんでしょうこれ。あとささかまのブーム。すごい行列です。これは何に並んでるんですか。これささかま、ささかまがブームみたいですってね。あと足早な夫婦。どこ行くのあの夫婦、案内するでどこ行くのあの夫婦、足早な夫婦だな。あ、ささかまの行列並んでんだ、今ブームだからね、多分並んでんでしょあれ。あと筆箱にチーズ。誰詰めたこれ、昼休み焼きから臭いと思った、誰詰めた、謝るから、イタリアバカにしたの謝るから、この仕返しだけはやめてくれよ本当に。あと抑えめのビーム。ピーくらいかな多分ね、抑えめですから、ね、多分ピーくらいですね。あと一人だけビーフ。言ってよ、みんなフィッシュじゃん、言って、この機内で一人だけビーフ、言ってよフィッシュに寄せろって。あとささかまのセール。あんなにブームだったのに一っ子一人いないね、え10個で100円ですってすんごく安い。あと下駄箱にチーズ。誰詰めたん、だから止まらないこのチーズのいじめが、ちょっとソースもついてて、進化した、いじめが進化した。あと鉄鍋でバーン。鉄鍋でバーン、謝れ、なんだこらヘラヘラしてんじゃないよ、なんだあいつは。あとイライラのピーク。ほどほどにせよ、なんださっきから何べんも言ってる、ほどほどにせよ、バカなんだあいつ。あと砂肝のヤーズ。関係なくなっちゃったよ、結構序盤で刑事のやつ関係なくなっちゃったよ。何？いや、お前が刑事かっこいいって言ったからめちゃくちゃやって、本当に刑事かっこいいと思ってんすか。いや、そこまでじゃない。うわ、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。